まずはじめに付け合わせのキャベツを切っていきましょう。キャベツはこのように切ったら、下のところから上に向かって千切りにしていきます。千切りにしたらこのように水につけておきます。続いて人参です。人参もキャベツと一緒に生で食べるので、できるだけ薄く千切りにしてください。今日はこのようにピーラーで剥いて細切りにしていこうと思います。そしてキャベツと一緒に水につけておきましょう。調味料を作っていきます。合わせ味噌にオイスターソース、砂糖、おろしにんにくを加えます。ここにみりんと酒で少しずつ伸ばしていきましょう。ある程度混ざったら、香り付けに醤油を加えてよく混ぜ合わせておきます。続いて鶏もも肉です。余分な脂があったら取っておきましょう。そして食べやすい大きさに切っていきます。フライパンにサラダ油を薄く敷いて温めてください。温まったら鶏肉を皮目から焼いていきます。ここで今日のポイントです。鶏肉は皮目の方は火が通りにくいので、ゆっくりとしっかり焼き色をつけていきましょう。このように肉が白っぽくなってきたら裏返していきましょう。全体を裏返したら、余分な油をペーパーで拭き取ってください。軽く油を拭き取ったら、ここで先ほど合わせておいた調味料を加えていきます。ここで全体にソースと絡ませていきましょう。このように照りが出てソースが馴染んできたら、火を止めて盛り付けていきます。このように盛り付けたら、ゆで卵を添えてお召し上がりください。ソースが肉にしっかりと絡んだ濃厚な味わいの一品です。冷めても美味しくいただけるので、お弁当のおかずにもおすすめです。